今こう握った時に指がかかるグリップがついてます。でこれは付属品です。ここにドライバーを入れて回すとこれがですね外れてですね、もともと外れてるんで自分でつけるんですけども、こういう形でですね取れます。これ取ると、こういうデザインになるというか、ちょっとアクセントがなくなってかっこ悪いような気がしますけど、むしろこの状態でも使うことができますが、この指のかかりがなくなってしまうんで、やっぱりこのグリップをつけといた方がいいなというところですね。でこのグリップは今ちょっとこう明るい茶色というかブラウンというかそういう色のがついてますけども、これも別売で売ってます。1500円ぐらいですかね。これは今も新品で手に入るとは思うんですけども、紫色だとか赤だとか、そういうものが売ってますんで、この色が気に入らなければそれを買ってきてですね、自分でこういう形で、ドライバーとかですねコインとかでこうくるくるくると回してつけてやると、自分の好みの柄にできるということです。色が違うだけで大きさその他手触り一緒なんで、私はもう最初からついてるこれだけで十分ですね。あと側面ですけども、ここに HDMI と書いてますけども、こういう形で、コネクターがあると。ちょっと明かりを足しますけどもね。で HDMI と書いてあるのがこの右側ですね。反対のこれ左側にあるのが、電源、ここの中のバッテリーを充電するためのケーブルとかですね、むしろこれとカメラをケーブルでつないで、中の SD データの、写真をパソコンに取り込むというようなものですけども、これですね、この右側、左側ですね、左側、これはですね、オリンパスの独自規格のケーブルなんですよ。一般の、マイクロ USB であるとか、ミニ USB であるとか、そういうケーブルではないんです。ですからですね、これ中にバッテリー入ってますけども、これを充電しようということでですね、ケーブルをここに挿して、もう片方はパソコンであるとか、モバイルバッテリーであるとかですね、そういうものと接続するんですけども、これモバイルバッテリーですね、接続するんですけども、ケーブルが独自なので、そのケーブルを、外出先とかに持っていくのを忘れるともう充電ができないと。いうことになります。でその辺りの店に行ったところでですね、このオリンパス専用の、ケーブルですから、そんなもん置いてないんでね、こういうところがですねちょっと非常に使いづらいというかですね、一般のですねマイクロ USB とかを採用していれば、スマホのね充電に持ってるとかですね、何かしらマイクロ USB であれば何本か持ってること多いんですし、コンビニでも手に入るんでしょうけども、これはもうそういうケーブルが使えないというところが、ちょっとマイナスかなと思いますね。これがですね専用のケーブルですね。ちょっと先の形がこれ見えますかね、何か当ててやるとこういうケーブルですね。このマイクロ USB とかミニ USB ではないんですね、これ。でこのケーブルをですねここの端子にですね挿すとこういう形でですね、でもう片方のこっちは一般の USB なんで、これをこういうモバイルバッテリーに挿すと、そうすると、ここですねこのオンオフランプがこれですね、オンオフランプが、今ついてですね、ちょっと暗くしましょうかね。ここがランプがついて、ここに充電中ですよと。今も満充電ですけども、バッテリーマークが出てくるということで、中のバッテリーを充電するということですよ。ですからこの XZ2 のこの箱の中には充電器がついてません。このケーブルだけです。これで充電を行うということですね。ちょっと一回ですね、電源入れてみましょうかね。電源はこういう形でレンズがざっと出てきます。こういう形で、画面が映るということですね。半押ししてシャッターを押すと。絵が撮れるということですね。もう一回、カチッと。はい、で再生ボタンと。こういう形ですね、再生ボタンと。撮った絵がそのまま見れますよということです。で、これはですね、この液晶はタッチ操作に対応してます。今ここにちょっと映ってますけど、これタッチ禁止のアイコンなんですけど、これをちょっとクリックするとこういう形でちょっと表示が変わりますんで、この状態で画面をタッチするとこういう形で、タッチした場所にピントがあって、そのままシャッターが落ちるという形です。もう一回タップするとですね、これですね。これはタップしたところにピントは合うんだけどもシャッターは切れないというところ、いう操作もできます。これで合わしといてシャッターはここを押すという形で、要はシャッター半押しのままこう画角のね調整をしなくてもどっか適当に決めといて、はい、ここに合わせてシャッターを切るという操作ができるというのもあります。そして再生をした状態で、タッチ操作ができますが、そのままこうですね横へ持っていったりですね、こうフリック操作というんですかね、こう左右に振ったりとかですね、あとここのレバーでこう写真の拡大ができるんですけど、拡大操作をしたままこの指の操作でですね、スクロールができると、もちろんこの横のキーでも上下左右のスクロールができるんですけども、こう指の開きとかですね、開きは無理かな、こう操作ですね、どこを見るんかなというようなのが設定できると。これのマイナスで元に戻すと、今一覧が出ると。いうようなこともできますね。今選ぶのもできます。タッチでいきますね。でここに拡大アイコンがありますから、これで拡大しつつ、好みのところを見るというような操作もできるということです。ただ私はその操作はもう使用しないんで。変に手に触れて勝手にシャッターを降りてしまうのも困りますから、普段はこのタッチ操作禁止ということで、押しても何もならないよというようなですね、この斜線が入ってると思うんですけども、指のアイコンに斜線が入ってるやつにしてますね。でズームはですね、こういう形でレンズが自動で動いてできますが、光学ズームで4倍まででしたかね、確かということなので、そんなにテレ単から望遠単までの倍率がないですから、あんまり遠くのところをこう拡大して撮るというようなところには向いてないと思います。であとですね、これもちょっと画面見ていただくとあれなんですけど。これが今広角端ですねにこうすると望遠になるんですけど、非常にですねこのズームが速度が遅いというのがちょっと気になりますね。あんまり早すぎても行き過ぎてしまうんですけども、ちょっとこの動作がゆっくりしててちょっとイラッとするかないうところがありますね。でここの下のところに、まあ、ちょっと先ほどお話しした F1.8 ですね、絞り F1.8 というのが出てます。でこの前のですね、ここですね、このレンズの根元のところを動かすと、まあ、ここ設定でいろいろ変えられるんですけども、絞り値がですね、これ開放ですね、F1.8、2.2、2.5 とかですね、この前のカチカチというのを動かすと、まあ、それに連動していって、まあ、絞りも変わると、まあ、F8 までですけどね、こういうことができるというので、まあ、この辺りはね、非常に使いやすいかなと思います。まあ、よっぽどのことがない限りね、F1.8 で撮ることが多いです。まあこれはその明るいレンズが特徴ですから、ただですね、屋外の晴天とかですね、明るすぎて、F1.8 ではもう白飛びしてしまうというような場合は、まあ、ここで絞るのもそうですけども、まあ、これも設定であるんですけども、この FN1 ですね、ここファンクションボタンの1を押すと画面のとこにですね、ここ分かりますかね、これ、ここ ND って出るんですよね。まあ、これ ND フィルターです。まあ、これ今オンオフなんですけども、まあ、要は明るすぎる時にはですね、この ND フィルターをオンにすることにより、まあ、白飛びを防ぐことができるというので、まあ、使用頻度が非常に高いですから、まあ、ここに一番よく使えるような場所に、私は設定してますね。ここもやってみましょうかね。先ほどのパチンと倒して。じゃあどうなるかというと、この段階で前のこの回転がぬるっとしたものになります。そうするとですね、ちょっと回してみますね、この状態で。そうするとこの拡大されるんですね、こういう形で。でマニュアルフォーカスでピントを合わせられるようにこの拡大表示になってます。ですから、まあ、このオリンパスに合わそうとすると距離計がね、画面の右側にあると思うんですけども、これですね、縦のやつですね。これでオリンパスの文字に合わせといて、そのままシャッターを切ると。そうすると、まあ、マニュアルで写真を撮ることができるということですね。この状態で上下とか変えられるのかな。もう一回元に戻すと、カチカチとしたコリックになって、絞りの変更になるというところですね。まあ、こういう形でですね、非常に慣れると使いやすいカメラではあるんですけども、ただちょっとですね、問題点がありまして、まあね、このカメラ、まあ、一眼レフよりかは小さいと、ね、一眼レフと比べると圧倒的に小さいですよね。